はい、どうも、正攻法で負けない FX のりまるです。今日は2020年5月の31日、日曜日ですね。時刻は11時51分、お昼前の時刻です。今日も今週の振り返りと来週の展望とあれこれとお伝えしていければいいかなと思います。よろしくお願いします。これドル円の日足のチャートですね。今週は、ここ2月、5月の25日から1、2、3、4、5本と、ローソク足5本分ですけども、これも見ても分かる通りね、ほとんど動きがない、レンジが継続していったっていうところですよね。ただ週末にね、一旦この下を叩いてから、下ひげつけて陽線で終わったっていうところで、来週以降、動きが出てくるかなっていうところにはなるのかなと。で、来週って何があるのかなっていうと、月の変わりですよね。レンジ化した後、何らかのタイミングをきっかけに、いずれ、レンジはどちらかにブレイクしてくるわけですが、そのきっかけとして、何らかのファンダメンタルだったり、その月の変わり目だったり、月の変わり目って何なのかというと、月足が変わる、確定するっていうところですね。ドル円で言うと今、よいしょ。上髭つけて陰線で終わって、上髭つけて陽線で終わって、上髭つけて陰線で終わってるっていう状況で、こんな感じでね、月足が推移してきてるわけですけども、今月はどうやらね、この陽線、下髭出して陽線で終わりそうだなと。ずっとこの売られてきた流れが、一旦戻しをつけてきてるのかなという、そんな状況ですよね。で、月足を見てみると、だら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 とこう下がってきてるような状況が、見て取れると。チャートの流れで、方向性が見出せないときには、上位足を見てみるっていうのは、もう鉄則ですよね。で、月足をちょっとね、広い流れで見てみると、ずっとこう、小幅の動きを繰り返していると。上からと下からと、切り下げ、切り上げてきている動きが続いてきていて、その持ち合いが、どうなるのかなというところですね。で、下安値を見ると104円というところ、これがね、昨年、一昨年かな。フラッシュクラッシュ作った、こういった安値だったりとか、直前にもね、こう2019年の8月に安値を叩いたところが、これが104円近辺の動きですよね。ここと、高値、現状の、週足レベルの高値がこの102円近辺というところ、そこに一体タッチしてから売られてきたと。で、上からと下からの流れが、徐々に狭まってきてはいるんですけども、この流れを見るとね、上ひげつけて売りを押さえているところから見ると、高い位置まで来たら、売られやすいっていう状況が、まだ継続してきてるのかなっていうところですね。ただ、直前の流れで、今年の年明けから、2月3月ぐらいからかな、感染症の拡大によって経済が大きく停滞したっていうことだったりとか、そういったリスクをきっかけに、ドーンとこうね、大きく乱高下したっていうチャートがあって、これは週足の流れですけれども、高値更新できなかった。ただ下からね、強烈な反発があった。で、その今、この戻り売りが入ってきて、さあ次どうなるのかなと。この上から下にね、移動平均線に当たるような位置に今差し掛かってきてる。周波してみると、1、2、3本と陽線が連なってるっていう状況ですね。ただ陽線が連なってきてはいるんですけれども、さっき見たようにね、日足で見れば、レンジを作ってきてるし、4時間足で見ても、これレンジなんですよね。なので、狙いどころとしてはね、なかなかなかったんですが、自分のポジションとしては、一旦この高値叩いたところ、ここですね。これが、上位足のレジスタンス、107.8円から108円近辺の動きっていうところで、ここからの逆張りの売りはね、優勢が高いかなってところで、一回ここで、売りのエントリーしたっていうところですね。で、その後どうなったのかというと、この一旦、下のある4時間のサポートを、割り込むか割り込まないか、大きく下げて107円をタッチしに行ったと。そこから急激に反発をして週を終えたっていうところですね。で、よくある動きなんですけど、一旦下をレジスタンス、サポートを抜けたと思わせてからの急反発、V 字回復みたいな動き。で、日足で見ると、下ひげ出して、終えているっていうところを見ると、週明けにね、一旦この高値を抜いてくる可能性っていうのが、あるのかなと。ただ、週足、日足で一旦抜いてきたとしても、どうしてもね、この週足レベルの移動平均線、こう近づいてくる動きがあって、108円から直近の高値、108点、どのぐらいかな。次の高値ですね。これが、直近高値、日足のレジスタンス、108.1円ぐらい。で、次の、高値だとすると、108.8円ぐらい、109円ぐらいかな。そういったところまで上昇は、可能性としてあるのかなと。ただ、それより上は、
まあ、現状はね、その週足のこういった切り下げができてきているという動きから、まあ、週足、月足のね、まあ、こういった切り下げができてきているという動きから、まあ、売られやすい動きっていうのは想定できるので、まあ、週明け、一旦この高値を抜ける動きっていうのは、まあ、想定しやすい、想定しておくべきと。ただ一旦高値超えてから、日足レベルの次のね、直近高値、に、まあ、向こうへの動きが出たとしても、そのままぐんぐんぐん上がっていくっていうところではなくて、ある一定まで上がると、まあ、売られやすい状況ができてくるのかなというところだと思います。ただ週明けはね、今見ても分かる通り、まあ、かなりね、買い圧力が高まっているっていうところ、あと月のが変わるっていうところもあって、一定のラインまでね、レンジをブレイクして、まあ、上昇、押し目が入っていく可能性があるので、まあ、その部分を、まあ、買っていけたらいいかなというふうには思ってます。株価指数相場でね、今いろんなリスクが、まあ、軽減された、その感染症リスクが後退したなんていうね、期待感からもあってか、かなりの上昇を見せているっていう相場の中にはありますけれども、実際のところなかなかね、本質的な問題が解決しているかと言われると、まあ、そうではないと。なんでその今の上昇相場に、まあ、中身が伴っているかと言われると、なかなかそういう状況には、まあ、いないんですよね。もちろん客観的な判断で、まあ、上がる場合と下がる場合と、まあ、双方を考慮しなければいけないわけですけれども、じゃあ上がったとすると、まあ、そのあたりまで、まあ、下がったとするとまだまだね、まあ、下がる余地はあると。その、まあ、レンジの中の動きっていうのはまだ、まあ、しばらく継続していきそうなんですよね。なんでこの冷やしてみた時のこの小幅の動き、まあ、直近の高値、週足の、まあ、高値っていうところに注目してね、まあ、来週以降は見ていこうかなというふうに思っています。まあ、週明けは、まあ、繰り返しですけどね、一旦この4時間の、まあ、上昇、かなり強い上昇から、まあ、上抜ける可能性が あるので、まあ、抜けたとするとね、かなりの勢いを持って100ピップスぐらい動いてくる可能性が あるっていうところを見て、まあ、押し目買いをね、まあ、狙っていく、もしくはこういったところでね、まあ、停滞するというかレンジ化するような動きがあれば、こういうサポートから、まあ、ロングを狙っていけるような流れっていうのは一つ見ていきたいなというふうには思っています。で、まあ、その後は、まあ、こういう切り上げですよね。この4時間の切り上げ、まあ、日足レベルの切り上げ、まあ、厳密にはね、まだこの持ち合いの中にいると思うんですけども、こういった切り上げを、まあ、下に抜ける、もしくは目標をタッチするというところからは、こういうね、まあ、戻りの選択肢を持ってね、様子を見ていこうかなというふうには思ってます。これはね、まあ、直近の流れのプランとして、まあ、シナリオとしてね、持っていきたいというところで、また週明けね、まあ、動き出してから新たな戦略を、まあ、立てていけたらいいかなというふうには思います。まあ、ひとまず週明けは買っていける状況が、まあ、できそうかなと。で、ある一定ラインまで上がると、上位足レベルのね、まあ、本命の、まあ、売りというか、まあ、戻りを狙っていきたいという流れ、まあ、これを想定して、様子を見ていこうというふうには思っています。はい。で、これユーロドルですね。はい、ユーロドル、こちらね、日足のレンジを抜けてきたんですよね。これもずっと見ていた動きで、下サポート、この 1.08、1.077、1.08、この辺りの動きから、まあ、逆張りの買い、上位足レベルの抵抗体というところから、こういう、ね、会話を狙っていたわけですけれども、ちょっと、ね、残念ながらというか、まあ、自分の動きとは、まあ、想定できなかった動きがあって、これは、まあ、エントリーできなかったというところですね。まあ、ただ流れとしては、まあ、日足レベルのレンジをブレイクしたというところで、直近の高値、ここに接近してから今売りが入っているというところなので、まあまあ想定した通りになっているのかなと。で、こういう、まあ、日足、4時間足のレンジをブレイクしてくるときには、またね、来週のドル円の動きとかぶりますけども、こういう、まあ、強い動きが想定できるわけですよね。まあ、ユーロドルに関しては、ここからここまで、まあ、100ピップスぐらい動いたのかな。うん。まあ、スポンとね、まあ、押し目を作らず、押し目、待ちに押し目出しみたいな感じでね、まあ、上昇してたと。で、どこまで上昇してたかというと、こういった、まあ、戻り高値まで上昇してたと。もうこれもね、まあ、綺麗なテクニカル的なパターンですよね。うん。で、まあ、これが、まあ、狙えるか狙えないか、まあ、ここまでしっかりとシナリオを立てていたとしても、まあ、自分の場合は狙えなかったので、まあ、こればっかりは、まあ、致し方ないっていうところですね。まあ、しっかりと押し目を作ってくれれば、まあ、狙えた。もしくは、この部分を、まあ、抜けると、まあ、
想定して、しっかりとこの部分のチャートを見ていて、こういったところから、ちょうどね、この移動平均線が当たるような位置、押し目が入った位置があったので、ここから、まあ、ロングを仕込んでいくとかね、まあ、ジャブを打っていくとか、まあ、そういった中で見ていけば、まあ、この流れを取ることは、まあ、そこまで難しくなったのかなと。ただ、週明けは、この、まあ、目標に到達したっていうところで、この押し目が入るっていうところがね、まあ、一つ想定できるんですよね。まあ、どこまで、この押し目が入っているか分かりませんけども、以前抜けていったこうレンジ、レジスタンス、抵抗体とか、そういったところまで来れば、まあ、綺麗なね、こういった押し目が狙える状況にも、まあ、なってくるので、まあ、とにかくね、上位足レベルで下がってきたら変える状況ができるわけですけども、こう伸びきった位置、目標を到達したっていうところから、ある程度こう調整の、まあ、売りが入ってくるっていうことも、まあ、想定しておくところかなと。で短期足レベルでね、こういうのが上昇ができてきていて、まあ、この、まあ、上昇をブレイクするような流れ、高値を作った押し安値、まあ、1.11 から、まあ、1.108 かな、まあ、それを下抜けてくると、一旦ね、まあ、調整、戻り売りが入ってくる場面になってくると思うので、まあ、そこに注目してね、まあ、ひとまず週明けの動き、まあ、月の頭に向けて、様子を見ていける状況ができるかなと。もちろんね、上位足レベルでこれだけ強く変わってきているので、まあ、ぐん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 上昇していくっていうところは、まあ、一つ想定しなければいけないところですけれども、まあ、一つの目標を到達したってところからね、まあ、売られやすい、まあ、調整が入りやすい部分にはいるかなと。なので、まあ、下がってきたら、まあ、本命としてはね、こういった押し目が狙ってきたいわけですけれども、まあ、一旦調整の動きを疑ってね、まあ、自分は、売りの選択肢を持ってね、週明けは見ていこうかなというふうには思っています。はい。これはね、チャートをどういうふうに見ていくかっていうところでね、選択肢は分かれると思うので、まあ、今のあるチャートの流れを踏まえて、おのおのね、しっかりとプランを立てていくっていうところが、まあ、大切かなというところですね。まあ、色取りに関して客観的なチャートの流れは、日足のレンジを上にブレイクしてきましたよと。超長期の流れで、まあ、買い方向に傾いてますよと。ただ、一旦この目標を到達したっていうところで、その買いを手締まりする動きだったり、ここからの逆張りの売りが入りやすい状況にいますよと。でそれがある一定まで下がってくると、まあ、押し目が入りやすいですけれども、まあ、それを踏まえて、チャートを見ていきたいってところですね。はい。で、ポンドドル、こちらもね、同じような流れになりましたね。日足4時間足レベルの切り下げ。で、以前、この日足レベルでレンジを作ってきたところ、一旦抜けたんですけども、そこに帰ってきた押し目が入ってきたと。で、日足4時間足レベルのレンジを作ってきた。その中にまた帰ってきたっていうところですね。うん。なんで、それを見越して、この切り下げをブレイクしたところっていうのは、大いにね、まあ、チャンスがあったと思うので、まあ、そこで、例えば週明けのこういった切り下げをブレイクしたこの辺りとかね、大きく下がってきたけども、この切り上げに当たるようなこういった位置のダブルボトムとか、っていうところから、まあ、ロングを狙っていきやすい流れにはいたかなと。自分もね、少しだけ狙ったんですけども、もうすでにね、現状はポジションを決済して、また再度、まあ、下がってくる様子を見てるっていうところですね。で、ポンドルはね、今、日足レベルで、レンジの中にこう帰ってきた動きなんですよね。一旦この強烈な売りに対しての戻り売りが入ってきた。で、日足のこのサポートを割り込んできたんですけども、1.22 ぐらいですね。そこを回復してきたという動きから、このレンジの上限、レジスタンス 1.26 近辺に向けて、まあ、押し目が入ってきやすい動きにはいるのかなと。そういったところを見据えてね、まあ、週明けもね、押し目を狙っていきたいっていうところです。まあ、ただしですけども、まあ、月足、週足レベルの動きがね、このポンドドル、ずっとこの切り下げてきている動きがあって、まだ高い位置まで来ると売られやすいですよね。うん。ただもう何度も何度もお伝えしている通り、この部分っていうのが 1.22021、もう超長期の流れで見た時の、まあ、底になる可能性っていうのが、まあ、一つあって、この下髭出してね、ぐーっと押し返されてきたっていう動きだったりとか、ここにあるのが、こう、史上最安値、1.14 っていうね、史上最安値を試してから、ここでダブルボトムを作って、タッチしてから反発してきてるっていう動きだったりとか。下に来ると、まあ、相当、変わりやすい動きにはあると。うん。ただ、その、超長期の流れで、まだ明確にね、その流れがガラッと変わってきてるわけじゃないんですよね。もちろん、ガラッと変わってきたとすると、ズドンとね、
トレンド転換していくっていう動きも、まあ、想定できるわけですけども、もちろん今はね、それを見越して安い位置から買っていくっていう選択肢を持ってる人いるわけですけども、まだね、高い位置まで来るとストンと、まあ、2、300ピースぐらい大きく売り出されるっていうのは、まあ、想定しておかなければいけないと。今現状、こう、切り下げと切り上げ、こんな感じでね、まあ、ぶつかっているような状況ですよね。で、しばらくするとね、この週足の売りに対しての戻り売りが入りそうな場面、以前のこの、今見ていたレンジのレジスタンスですね、1.26近辺。っていうところはまたね、長期と短期の、まあ、ぶつかるようなところ、このレジスタンスですね。なんで、まあ、そういったところに、まあ、値が進んできた際には、またね、強い売りっていうのも想定しなければいけないところですけども、まあ、現状ね、まあ、こういう、まあ、綺麗にこの切り上げに乗って、今こう安い位置まで来ると切り上げてきている動きが、まあ、できてきているので、まあ、安い位置まで来たらね、まあ、十分買っていく選択肢があるかなと。で、これを、まあ、高値を超えていくと、まあ、日足レベルでもね、このレンジの上限、レジスタンスを目指して、まあ、ぐんぐん勢いよくね、まあ、上昇していくような動きも想定できるので、まあ、安い位置まで来たら、まあ、買っていきたいなと、まあ、このプランはね、継続して持っていって、週明けも様子を見ていこうかなというふうには思ってます。まあ、以上ですかね。まあ、いろんなね、感染症リスク、まあ、ファンダメンタルだったりとかっていうところが大きく影響して、5月の終わりはあまり動きがなく終わったっていうチャートではありますけれども、まあ、レンジはね、いずれどちらかにブレイクするしていくわけで、そのブレイクしていく先っていうのは、そのレンジが継続すれば継続するほど大きなパワーを生み出すっていうところですね。で、ドル円に関しては、まあ、日足4時間してみる、今レンジを作ってきてね、おそらく、まあ、月の頭でどちらかにブレイクしてくるわけですけども、まあ、ブレイクしていったとしても、まだね、本格的にこう、例えば上にブレイクしたとして、上にぐん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 いくかと言われると、なかなかそういった相場ではないってことですね。どちらかと言われると、まあ、ちょっとね、難しい動き、っていうところにはなると思うんですけども、今ある流れの中で、まあ、上位足の動きっていうところを見てみると、どうしてもね、上がってくると売られやすいっていうところは、まあ、頭の中に入れておかなきゃいけないっていうところもあって、まあ、それを踏まえてね、まあ、上がっていきそうな傾向はあるけれども、ある程度まで上がるとね、売られやすいかなといったところを、まあ、念頭によってね、まあ、週明けの動き見ていこうと思ってます。はい、それではね、今回の話は以上です。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた更新します。良い週末をお過ごしください。